この後ご覧いただく鬼剣舞もこの念仏系統の芸能です。お囃子の方たちの歌詞に耳を傾けますと、南無阿弥陀仏という言葉が聞こえてまいります。南無阿弥陀仏の六字妙法を唱えながらお囃子を奏で、踊り手はそれに合わせて舞を舞います。こういった念仏系統の芸能というのは神楽や獅子踊りに次いで数が多く、しかも地域によってはっきりと区別されているという特徴があるんですね。で、一番の違いは何かと言いますと、仮面をつけて踊るかどうかという点です。旧伊達領内に伝わった念仏踊りの方は必ず仮面をつけて踊ります。旧南部領内の方はなぜか仮面がつけられません。伊達領内は仮面をつけて踊るんですが、南部領内は仮面がない。ただし例外がありまして、それがここ北上市に伝わる念仏系統の芸能で、こちらはなぜか南部領内にもかかわらず仮面をつけて踊られます。その一つが鬼剣舞ということです。どうしてこういう風になってしまったのかということについては、そうですね、もう今日おいでの皆さんに考えていただくしかないかなと思いますけれども、まあ、この鬼剣舞、年々人気が高まっておりまして、今年の道の駅芸能祭りでのアンケートでも、この鬼剣舞を見たいということからお祭りに来たという方が圧倒的でした。それだけ鬼剣舞の芸というのは、現在の私たちの心に訴えるものがあるのかもしれませんね。さあ、それでは北上市内の芸能団体の中で唯一国の指定文化財となっております、なめしだ鬼剣舞と岩崎鬼剣舞二団体の皆さんのご登場です。
と芸能は出会い頭互いに念仏で挨拶を交わしました。ご唱楽の演奏に乗せて三式礼の歌が歌われたんですが、本来ですとその三式礼という同じ歌をお互いに交換し合うんですけれども、今日はまあ時間の関係もありまして演奏だけを一緒に、お歌の方は、代表して一つの団体に歌っていただきました。まあ、民族芸能というのはこのようにきちんと礼儀作法を守って演じられます。おそらく昔の人々は人間同士のそうした触れ合いの作法をこの芸能を通じて子どもたちに教えようとしていたのかもしれませんね。さて、この後最初に踊っていただくなめしだ鬼剣舞ですが、こちらは明治34年に岩崎鬼剣舞からその踊りを伝授されているんですが、その後の過程の中でおそらく大変に芸能好きの舞手がいたんだと思うんです。師匠である岩崎鬼剣舞には現在伝えられていない演目が伝承されています。では、なめしだ鬼剣舞の皆さんで基本の踊り1番には、そして なめしだ鬼剣舞独自の演目です。狐剣舞2つご覧いただきましょう。